日常運動の食うたにようこそ。さて本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら、スターバックスの新作アーモンドクロッカンと、抹茶&パンプキンもっちりボール、そして、アイスカプチーノとアイスチョコムースラテを飲みいただきたいと思います。スタバの新作でフラペチーノがないのでなかなか珍しい気がしますね。ま、それでも美味しいの変わらないと思いますので、どうしようかな。と、まあ、それはそうと、さ、とと。安定しないなぁ。では早速チャンネル登録よろしくお願いします。ではまずはこちらのアーモンドクロッカン、わぁ香ばしそうな見た目ですね。それではいただきます。ごちそうさまでした。最初に買った、待ってくださいね。アーモンドクロッカンは、サクサクガリガリという心地よい音と、アーモンドキャラメルの香ばしさがしっかりマッチしていて美味しかったです。続いて飲んだ、こちらのアイスカプチーノは、クリーム、あるいはミルクでまろやかになっているので、スタバのコーヒーの人は珍しくちょっと甘めな印象ですね。で、続きましての、その、パンプキン抹茶&ボール、もっちりボール、いや、なんか名前がめちゃくちゃだ。は、抹茶の甘みと、パン、かぼちゃの優しさが口の中でもちっと広がってきました。まるで、オーガポンみたいに、色に色がするには、ポケモンだったら、ヤバスチャクというべきだったか。あ、ポケモン実況もやってますので、よろしければ、ちょっと、サクサに紛れて宣伝したい。で、最後に飲んだ、チョコムースラテ。こちらはチョコレートがほんのり甘くて、そしてほのかに苦いという複雑な味わいで、大人の味を感じてくれるラテですね。でもただチョコレートを溶かすのとはまた違った美味しさがあってよかったです。で、今回の新商品の中だと、普通のもっちり抹茶&パンプキンが一番秋の優しさを感じられて美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。